いや、デブ戦っていうか下半身デブがめっちゃ好きなの。分かってんな。そう。だからこれを結構男性と、なんか男性とこうやって女性の趣味とか話すと、お前マジでおっさんだなって若い頃からずっと言われてた。あまりそこ見ないな。いや、俺結構足好きだから、女性見るとき結構足見るの。大脚の女、俺大脚好きなんだよね。うん。なんかこうなってるやつでしょ。気をつけしたときにこう広がってる子でしょ。俺、あれも好きなの。そう、綺麗にまっすぐ伸びてる足より、大脚の方がどっちかという好きなの。え、なんか、性癖に刺さる。X? いや、X はデブでしょ。あの、膝が内側に入っちゃうやつでしょ。あれ、重心に耐えきれなくて、デブまたごめん、またデブの話して申し訳ないけど、本当のマジで巨漢のデブって上半身の重心に耐えきれなくて膝が内側に入ってくの知ってる？それで X の形になるの。こういう曲線を描くん、足が、うん、呼んだとかX っていうかこうなってくるの。膝が入っちゃうの中に、デブすぎて。だから今からなんかどうしても見たいやつはデブとか検索すれば大体膝が内側に入ってる。内股とは違うんだよ。あね、なんか内股っていうか膝からしっかりガコンって入ってる感じ。そう、重心に耐えきれなくて膝がこうやって内側に入ってきちゃう。一番わかりやすいのが、多分俺の世代とかだったらわかるんだけど、車高を低くした車とかもそうなんだよ、わりかしこうハの字切るんだよ、タイヤが。そう、タイヤがハの字切るみたいな感じ。あんな感じでこう内側に入ってくっていう車高を低くした車ってこうタイヤがハの字になるじゃん。あれと同じ感覚だなあれはいや、わざとじゃないよ。あれわざとやってるやつもいるけどもね、車高を低くすることによって、どうしても、なんか、サスとかの関係で、内側に入っちゃう。だから、俺、膝、てか、なんか、X 脚っていうのか、膝が内側に入ってんのは、俺、あんまり好きじゃねえかな。O 脚、なんか、可愛いなと思っちゃうの。でもさ、なんか、O 脚ってあんまり、O 脚、みたいな感じじゃん。うわぁ、B 型か、ぐらいの感じで、お前、O 脚なのみたいな、O 脚だよねみたいな感じでしょ。俺、O 脚、めちゃ、O 脚みたいな感じなの。わかる？この違い。めちゃめちゃいいじゃんみたいな。私 XO 待って、私 XO なの。XO お前何？どういうこと？ X なのに O なの？え、なんか今日はなんか内側に入ってて、こう次の日はなんか外側みたいな感じ。 XO どういうことかわかんないんだもん。キサグじゃん。 XO 脚っていうのがあんのそんなん存在すんの？え、なんか次世代型みたいな。気になる、めっちゃ。俺足にはね、ちょっと時間かけたいわ。あ、いきますよ。ちゃんと分かりやすい図解があった。そう、一緒に勉強しよう。正常な足だってお前ら聞いたか？これ以外は正常じゃないからな。これ以外はお前ら正常と見なされてないぞ。な、分かったか？これ以外はみんなゴミ扱い。これ以上言葉悪くすると炎上しそうだからやめときます。これ以外はもうなんか人間じゃないみたいなレッテル貼られてます。いきます。O脚ね、これね。俺これ好きなのよ。ここに隙間ができるのが O 脚。これ俺めっちゃ好きなので、 X はこれもうなんか巨デブでしょ。巨デブはこうやって膝が入ってくる内側に。 O 脚、 X 脚。でもなんかこれも女性らしいっちゃ女性らしいよね。これでさ、まあ、ある程度スタイル良かったらさ。で、この XO 脚っていうのが、これ。え、なんだろう。え、良くない？別に。さ、違いがわからないんだが。違いが、あ、わかった。X 脚っていう人は、XO いいよね。バランスいいよね、逆に。あ、そっか、XO いいじゃん。全然。XO いいよね、全然。悪くないじゃん。でもなんか、まあ、女性の体型によるけど、X 脚も別に悪くないな。え、ていうか俺足好きだわ。そう、これだけ見てて、全然なんか抜けるもん。キモい。このイラストだけで俺興奮してきたもん。だんだん。ぐらい俺足好きなのね。それだけはちょっと覚えておいて。それだけはちょっと覚えておいてほしい。今日一番大事なこと。イラストだけで、今のイラストだけで、普通にしこい。ごめんだけ。ナーボー、イラストだけでしこい。足のイラストだけでしこい。病気でしょ？もう本当になんか、立体的に映る。ちゃんと実写で帰ってきてるから俺。足から下が外側に湾曲している状態。足から、膝から下が外側に湾曲している状態なんだ。私の O 脚で抜いてください。あ、全然いける。普通に。なんか足とケツだけで、俺全然いけんの。っていうかなんか白米食える。本当になんか自分がいいなって思う足とケツの静止画だけで俺白米食えるレベルなの。
ぐらい俺下半身フェチなんだよ。いやでもさ、おっぱい大好きってやつよりさ、キモくないと思ってる俺は。男ってさ、なんか上か下かみたいな感じのあるじゃん。そう、足に走るか、ケツに走るか、乳に走るかみたいなところあるじゃん。そう、おっぱい好きってやつ、キモくない？俺はマジでガキだと思ってっから。そう、おっぱい好きとかガキでしかないの。それでなんか30とか40歳でおっぱい大好きだわとか言ってるやつとか、本当にもうそのまま思考が、あの、キッズのままおっさんになったやつだと思ってるから、あ、な、まあ、例えばさ、のりちゃんとか、例えば石川のりゆきとか、例えばのりちゃんとか、そう、キモいじゃん、普通に。いや、俺は絶対ケツいいよねっていうやつの方がアダルトだと思うわ。こちらからしたら目くそ鼻くそ。てめえさ、ケツもちっちゃいし、そう、おっぱいもちっちゃいからつって、ふてくされんな、ゴミがめんどくせえ。いや、私おっぱいもないし、お尻も全然いいお尻じゃないから、この話嫌いとか言って。ダリエ。めんどくせえ、乗ってこいや、ちゃんと。は、ケツでかいけど、じゃあ好きだよ、俺は。じゃあお前のこと好きだよ。だったら俺お前のこと好きだよ。だからそんなひねくれんじゃねえよ。もうお前のケツ愛せるわ。だから。あ、いいじゃん、それで。仲良くしようぜ。切れながら好きって言う不毛なやりとり何今の時間